今回は桃の助株の種をまいていきたいと思います。手で皮がめくれてサラダで食べると美味しいということで最近人気の品種になります。サラダ株の中でも外側がピンク色のものはなかなか珍しいですね。袋もピンク色で可愛いです。袋の裏には種をまく時期を地域別にまとめてくれています。ここは関西になりますのでエリアは一般地を確認しましょう。まき時は8月の初旬から9月の初旬と書かれています。種をまいてから55日くらいで8センチほどの中株が収穫できるそうです。生育初期の害虫乾燥には特に注意が必要との、栽培のポイントも書かれてあります。それではまいていきましょう。今回は牛糞堆肥、化成肥料、苦土石灰を混ぜて穴あきマルチを敷いた場所に種をまいていきたいと思います。株の種はとても小さいので袋から出すときにこぼさないように気をつけてください。こんな感じでゴマみたいに小さいです。お薬でコーティングされているので綺麗な赤色をしていますね。まず植えるところに指で穴を開けます。株の種は好光性種子、日の光が好きなので光が届くと芽が出やすくなります。穴の深さは1センチから 1.5 センチにしましょう。1つの穴に 2、3粒ずつ種をまいていきましょう。芽が出たら育ちのいい方を残して1本に間引きします。2粒見えますか？3粒でも4粒でも大丈夫です。種をまいたら土をかぶせて上から押さえて鎮圧しましょう。ここで押さえることが大切です。他の穴にも同じようにまいていきましょう。土に混ざった根っこや草はそのままですと芽が出るのに邪魔になったりします。見つけたらその都度取り除くようにしましょう。種が小さいのでまいたのかわからなくなることがあります。私の場合はもう一粒まいておきます。芽が出ないよりはたくさん出た方がいいからです。まき時を逃してしまうと大きく育たなかったりするのでベストなタイミングで種まきをしたいと思っています。すべての穴に種をまき終えたら水をたっぷりあげましょう。ここでのポイントはふわっとしたお水をたっぷりとやることです。種まきをした後の水やりは育ちますスイッチをオンにする大切な作業です。袋の中で眠っていた種が目を覚まして育ち始めます。お水は節約せずたくさんあげてください。ネットや不織布をかぶして防虫してもいいと思います。